なんか寝落としてない。いつものことや。爆睡は爆睡してなかったんですよ、全然。なんか朝お風呂入ったんです、今日。今日はどこにいると言いました？布団の上です。今日はちょっとこういう配信も斬新かなと思って配信してみています。バンされる限り。つらい。多分ね、みんなもこの状態にいることが多いと思うので、多分このちょっと寝っ転がりながらみたいな。もうこの状態とかもうまさに私がいつもあの動画見ながらこうやっていつも動画見ながら見てますよ、この状態で。でもこれぐらいで、しかもこの本当にこの状態いつも動画見てます、動画見ながら寝てます。そう、 YouTube 垂れ流しで、まゆめろちゃんです。なんかこう行くと暗いんだよな。でもなんかでもこれだとさ、もうなんかね、あ、そう、今日もね、昨日と同じでちょっと15分しかちょっとね配信できないんですけど、しかもちょっと今日開始が遅れてしまって、もうちょっとメイクするの本当にちょっと無理なんだけど。メイクしないといけない？ダメ？ちょっとしんどい。メイクしなくてもいいか、いいか、ダメだ。なくていいよね。下地だけ。
顔だけやっとけばいいか。は顔だけやっとけばいいかとはって感じじゃないわ。なんか何それ全部じゃんみたいな。それはもう全部じゃねみたいな。あ、なんかそういうのもやってみたいね。なんか今日はマスカラだけやってますみたいな。なんかこうやって見たら、うん、クマすごくない？いやもうクマなのか何か、何なのかも分かってないけどなんかあ、これクマじゃないか。ん？クマじゃないか、クマか、まあ、若干クマ。え、もうメイク、本当にメイクほど誰ものないって思う時もあれば、もうなんかメイクめっちゃ楽しい時もあるんですよ。自分の顔が仕上がっていくこの感じ、全然安定しない。どうしたらいい、これないだって。スマホの、ん？スマホの、ん？明るさをアップしたら明るくなった。あ、グデタモのお尻がかわいい。地雷メイク、あ、ちょっとこうやってやったらいろいろ落ちちゃう。あ、ほら見て、あ、いろいろ落ちちゃう。あ、いろいろ落ちちゃう。地雷メイク、地雷メイクね、地雷メイクってどうやってするものなのかわからないんだよね、私。難しい。見てもらうち。いつもと逆向きで寝てるんだ。逆向きで寝てない。いつもと同じ向きで寝てますよ。妹感、妹感。妹感ある。妹感って何？いつもとは違う反対のホームからガラガラの電車に衝動的に乗った。どこへ向かうのか行き先は知らない。今日は人混みで足を踏まれたくない。街は遠ざかり、うん。
ミユみたいな妹欲しかった。嘘、私みたいな妹いたらあれだよ。でも喧嘩するよ、毎日毎日喧嘩勃発だよ多分。私が、私とお兄がそうだったっけ。まあ、毎日ではないけど、あーでもなんか、ゲームとかで、やっぱゲームだね、ゲームが一番喧嘩の元でしたね。逆になかった。そう、それ以外に、あ、もうあっただろうけど、もう覚えてないもん。ほとんどゲームでしか覚えてない。なんか一緒に、まあ一番ね喧嘩したのが、スーパーマリオブラザーズ、あれなんか、なんていうんだろう、なんて言ったらいい、協力していくものなんだけど全然うまくいかなくて、で私がなんかすぐ死んじゃったりとか、私の方が全然できなかったから、それでなんかお兄ちゃんがプンスカプンスカめっちゃ言ってきてみたいな、そういうことが多いです。あれは本当に、あのゲームはもう本当にね、喧嘩させるゲームだと思ってるあれはただ単に本当に喧嘩をさせるためのゲームだと思って。あとね、あと似てるのもあって、あのね、ドンキーコング、ドンキーコングもね、あれは、あれも喧嘩ゲーそう、お兄ちゃんとかいる人ならちょっと分かってくださると思うんですけどそう、ちょっとあれは、あれた、あの人、あれたちは喧嘩しますね、絶対。格闘系はね、そうなんだよね、喧嘩になっちゃうんですよ。ああ、でもそれ以外で別にそんななかったかな。てか知ってる？ドン・キーホーテとか。ドン・キーホーテあはは、あれさ、ドン・キーコング、ドン・キーコングのさ、Wii で、Wii の時のドンキーコング。うわ、Wii とか懐かしいね。私がね、持ってたカセットがね、ドンキーコングスマブラも持ってたけど、スマブラ、スーパーマリオブラザーズ、あとなんかお祭り屋さんみたいな、お祭り屋さんみたいなやつがあって、あとどうもり、うわ懐かしい、懐かしい、町へ行こうよみたいな、町へ行こうみたいなやつみたいな、あとなんだっけな、なんだっけ、あっ、マリオ系が多かったんだよな、マリオの、あ、ギャラクシー、ギャラクシーだったっけな、マリオギャラクシーみたいなそう、そんなやつ、ちょっと忘れちゃったけど、あ、名前は分かんないけど、とか、その他もろもろいろいろあったんだけど、もう忘れちゃったよね、何持ってたか。何持ってたっけな、忘れちゃったよ。あ、桃鉄はねやってなかった。桃鉄知らんかったもん、私桃鉄なんか最近流行っとるじゃん。あー、ゼルダ、なんかゼルダやってた、そう、なんか多分お兄ちゃんがなんか借りてきたみたいな、借りてた気がするけど、借りてきたかもらったかなんかでやってた。でそれを私もちょっと見てた。あ、マリオ、あ、マリオカット、マリオカットって持ってたけど私、あれ、マリオカット持ってたのは
DS かもしれない。忘れた。忘れた。あれだ、ジャストダンス持ってた、ジャストダンス。懐かしいジャストダンス。一番初期のジャストダンス。ポンタ、だるま、ありがとうございます。メイクは、もうなんかメイク諦めた。あとででもできるかなと思って、ちょっとね、昨日さ、お仕事があってから、間違えた、レッスンがあってからお仕事やったんよね。で、私はさ、昨日話したじゃん、その間の時間どうしようみたいなこと言ったりとかさ、言っとったじゃん。メイクもうめんどくさい気もメイクしていた方が楽ちんかなと思って思ったんだけど、なんかまあ、そう、昨日そうやったからさ、昨日はもう朝メイクしてもう完全な状態で行ったんだけど、まあなんかもういいかなと思って。今日もね、レッスンがあってからちょっと時間が空くんですよ、その次のやつまでに。だからそこの間で化粧しようかなみたいな。でもね、そうするとね、なんか用具、化粧道具とかも持っていかんといけんから、それがちょっとだるいんですよね。そこが難点。レッスンで、まあ確かにちょっとボソボソにはちょっとなるかもしれない。で、そう、髪の毛とかもね、やらんといけんからさ、もうなんか髪の毛のさ、やつあるじゃん、アイロンとか、アイロンとかもさ、なんか持っていかんといけんかなとか思ったらちょっとだるい。だるちゃーん。だけどちょっともう今日は諦めました。だ、レッスンするときに別にメイクはそんな必要じゃない、全然必要じゃないけど、でもなんかめんどくさいんよね、その後にさ、メイクしたりとか、メイク道具も一時持っていかんといけんのが、やっぱ荷物多くなるしめんどくさいなって思うんです。だからもうなんか一番朝に申し上げて、その間の時間とかはどっかで休憩して寝るかとかにしようって思ってたんですけど、の中もちょっといいかなと思って、メイクさんに、これメイクさんはいないからね。まあそういう感じです。みんな心配してくれてありがとう。大丈夫だよ、時間は。これ何時に寝たら間に合うんだっけ。あ、OK、ドッシューさん、タオギー、いちごありがとう、朝平さん、ハートありがとうございます、うっさん、ファイトありがとうございます。はい、ということで、あ、福島太郎くんもいちごありがとう。ちょっと寝ます、30分ぐらい寝ます。すいません、
30分くらいの間でさ、髪の毛ボソボソになったでしょ、ね、寝相悪すぎて、それちょっと困るな、めっちゃ綺麗な状態で寝よう、パシャってならないようにもうこうやってこうやってこうやってやりながら寝ます、やりながら弱高難度なこと言ってたけど、やりながら寝ます。はい、では皆さん、これ寝て終わろうと思います。今日はね、ちょっと珍しく横になって配信をしてみました。まあ、たまにはあったかい、いつもやっぱ布団からさ出てさあやっとるけさ、ちょっと足が寒いんですけど、あったかいですね、あったかいけポカポカする。そういつもこんな感じで寝てます。まあ寝てるっていうか、まあ動画見てるんですけど、ほとんど動画見ながら死んでます。多分ちょっと皆さんもこういう感じで今見てる方とかいると思うんですけど、まあ、またまたいつかやります、希望があれば。くれたものおちりー、かわいい、おちりおちおち、では、13位マックス鹿児島さん、12位しんくん、11位が、はらたん、10位昔からおじんさん、9位ロコポコさん、8位ニック、7位モルキングさん、8位フさん、5位マシャさん、4位ナオナオくん、そして第3位がポンタ、ありがとう、第2位がフさん、ありがとうございます、そしてそして今日の第1位がルルルルルモンさんです、モンさんモーさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。また、歌の配信でお会いしましょう。